トールチューブ。はい、こんにちは、トールです。チャンネル登録者数1500人とか、2000人達成祈願、企画としましてですね、ドラゴンクエストシリーズ各作、動画で出してるんですけど、ドラクエ4をね、やっていきたいと思います。ちなみに、あれ、iPhone 版です。上昇。どうしたと、某高さん。まだまだ。おお、なかなか頑張る。しかし今日はこの回にしておこう。私の役目は早くお前を一人前に育てることが焦っても仕方がない。さて、戻るとさ。トールも家でゆっくり休むとよかろう。特に操作方法の説明とはなし。力の種。薬刀。サンゴールド。勇者さん、勇者さん。ここで返事したら自分のこと勇者や思ってることになる。ちょっと音楽変わってんねんな、当時。なんか引っかかって動かれへんね。やりにくいな、なんかコントローラーみたいなないかな。で、またお金がかかる。勇者様、勇者様。勇者様、どうか助けて。ペコ。あ、驚かない。私はカエルじゃありません。今はどう見てもカエルだと思いました。はい。あなたは正直な人ですね。その正直さを見込んでお願いがあります。もう察していると思いますが、実は私の保育園の姫でした。しかし、悪い魔法使いに呪いをかけられ、このような姿にされちまったんです。ああ、なっちまっても仕方ないし、帰りに戻ったら悪くない。こんなバカに、こんなわけで毎日何とかついたんです。困った方に、それは、それは？あ、いけない。誰かバカバカ来るよ。手のやり取りはどうかす。バイバイ。あ、トール、K の結構もう渡るみたいに。どうしたの？え、大きな使える？
何のことかしら。私はずっと、と似たけど、カエルなんて似た、あはははオーダーで、トールがいたのはこのカエルでしょ。農家に暮らしていたら困ったことあります。これは、いいよ。で、ごめんなさい。実はその先のすぐご迷惑だから、もう少しちゃんと先まで考えればよかったけど、こういうタイプにしたかった。びっくりしたし、私いろんなものに姿を変えれば、ミサスの姿を変えれば、天使のミサスを変えれば、ないと。じゃあ行くわ。あ、そうそう、ボールのお母さん呼んどった。もう夕食だ。じゃあ行こう。坊や、トールである。そう、先に来るってある。トールオイラも家に戻って、今でも食うかな。妻の妻でもいただくと、おう、今日来たな、トール。今日はおまさむしレギュラーマの自分を教えてしまう。と行きたいところだが、今日はもう日も暮れてる。授業はまた明日にしよう。ぐがぐが、この辺からもいいぜ。はぁ、と、お前見せないんだよ。今日、今日の件の結果、少々荒っぽかったな。ここに新種の相変わらず仲を呼びたい。つい先日も俺のところに登場がいじめるな。まあ、確かに最近は稽古を過ぎたかもしれないが、それはそれだとお前が強くなっているってこと。本当かよ。本当かよ。なんか落ちてないかなと思ったら。だから、やめてください。やりやと、疲れた顔しない。そうか、剣の剣。大変そうな、くじけるな。なんせと、俺たち希望なの。と言っても今の前は何のことかわからない。思わせぶりな言い方しやがって。これ誰かと見たトールさん、ちょっと部屋の掃除を。と言っても、この山から前に、ここの時屋さん、欲しくやってましたかと思う。あ、いや、その、まあ、昔と良かったですね。あはは、いいね、いいよ。もう戻ったかという、今日の一日ご苦労だ。吉川さん、そろそろ無心症。もう腹がペコペコだ。はいはい、まごいますよ。顔通る、お前の席、どっち？うん、これはうまい。時に通るよ。お前はまあ小さいから不安もらしは知らんだろう。外の世界はとても広いな。そしていろんな人たちが暮らしてる。お前もやがて多くなって、この村を離れておくと言うかも。その時、外の世界でお前はどんな人たちと出会うんだろうな。父さんから、何を言うかと思った。僕は強いの。こんな、厳しくなるような話はやめてください。ボールはずっと私たちと一緒に暮らすんです。たとえどんなことがあってもね。もうそうだろうかな。いや、わしとしたことが。物語はこれより始まる。1990X。世界は、核の炎です。ルル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 ル
第一層、王宮のセンスだ。ここはバトランドという小さな国の王宮センサーの、ダイヤ、つまりあなた、その王国級センサー一人です。ある朝、王様はセンサーとして城の広間に呼び集めます。これより、王様からその人たちにお話があって、心して聞くよう。皆の者、楽にしてよいぞ。さて、話というのは他でも。最近、子供たちがいなくなるという噂は、お前たちも聞いておる。今朝も、イムル村より、母親たちが涙ながらに訴えていて、何故子供がいなくなるのか、何者かがさらっているのか、この国を王こそ、もはや放っておくわけにはいかん。子供の真意を確かに、このわしに報告せよ。行け、我が戦士たち。天使さんも理解です。どうか私の子供を探してください。あの子はまだ生きてます。あ、でも急がないと手遅れになってしまう。そんな気です。あ、何をしてるか。早く行かんか。他の戦士たちの送りを取る。おう、そなたはライアンだ。この旅の事件、全くどうなったようにだ。ただ、本気よく人々の声に耳を傾けるように、おのずと真実は見えてくるはずだ。どなたの活躍を期待しておるのがライアンだ。ははぁ。俺にはこの宝箱しか見えない。あつささん。これ本館。これ、まあ、この話もやりにくいんだよね。バックスを手に、あの、ユーザーさんが撮ったやつはここにリンクしてないから、ちゃんと言っていけない。これ、僕の展望。僕がいなくなるって本当。でももう僕は僕じゃないから大丈夫だよね。いや、それはいろいろと大丈夫だな気がするな。おや、タイマーですか。だったら2、3世界にカウンターで探してみてください。魔法だって街の中にも入ってこれないんだから、魔法に子供はさらいない。俺だってどうやって子供になってますか？あるのかしら。キモいわ。どっかへ出るのか。わかんなかった。鎧はハザラです。
ゴール。ロイヤント、知っておるか。学生には戦歴というものがあって、それを見れば、おのずとおのの戦いぶりはわかるぞ。ユリアの夫、アレクスは大の冒険好きでも、湖に囲まれた塔に行くための手がかりを探しに行ったそうである。おばやとやややややさんか、働いた子供はね、イムルの相手は何かわかるんじゃないですか。だって子供の感覚してイムルと怒ってるんですよ。だからまずイムルに行くべきです。私はクリア。夫のアレックスは食べに行くのも入らないんです。天使さん、もし旅先で夫のアレックスさんだったら、私知らせてください。はい、それではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価いただきますと嬉しいです。バイバーイ。